シャトル。中に入っているのは、横糸が巻かれているボビン。縦糸に、高低差をつけ、開いた隙間に、シャトルを横切らせて、横糸を通す。写真の一番上のものには、縦糸の上を滑らかに走るよう、底面に、ローラーが付けられている。簡素なシャトル。端が糸をかけられる鍵状になっている。飛び火や自動食器の増加とともに、このタイプは減っていったが、現代でも、 世界各地の民族が行う手織りに用いられるほか、現代人が趣味で行う手織りなどでも類似のものが用いられている。シャトルあるいは人は織物を織るときに縦糸の間に横糸を通すのに使われる道具である。人も、食器で布を織る際、ピンと張った縦糸を糸に工程の差をつけるように開いて隙間を作り、 その間に横糸を収めたシャトルを投げ入れたり、反対側から手ですくい取ったりして、横糸を左右一方の端から、反対側の端まで通す役割を果たす。先端は基本的には尖った形をしている。指で横糸を縦糸の中に編み込んでいくより、食器で縦糸を開いて、シャトルで横糸を投げ入れる方が、はるかに早く布を折ることができる。シャトルには様々な種類がある。 最も簡単なスティックシャトルは平らな細い木切れでできており、その端に横糸を引っ掛ける鍵がある。機械織では横糸をボビンに巻いて収めた平らな船型の器が一般的である。西洋のシャトルは硬くて割れにくい花水木の木片を磨いて作られる。日本の火は糸の通し方や折る。布の種類に合わせて縫い取り火、すくい火、投げ火、引き火。 つずれ織りの地用の火、細幅用の火に大別される。一般的には、九州の硬い赤菓子の木が使われるが、磁気性、金属性、竹性のものもある。シャトルとそれを扱う機構の改良によって、食器の速度が速くなったことは、その前段階である、防石のスピードアップも要求し、機械式防石器が登場するきっかけとなり、産業革命の先駆けとなった。また、 往復するものの代名詞でもあり、シャトルバスや、シャトルサービス、スペースシャトルといった語のシャトルは、この旗織りに利用するシャトルからの派生である。考古学的な品。クジラの骨を削って作られている。横糸をシャトルに対して、横方向に巻きつける、最も素朴な形式。シャトルが、縦糸と擦れた際に巻いた糸がほどけてしまいやすい。シャトルの歴史は古く、 クジラの骨で作られた考古学的なものも存在している。これは横糸をシャトルに対して横方向に巻きつける素朴な形であり、シャトルが縦糸と擦れた際に巻いた糸がほどけやすかった。スティックシャトルは平らな細い木切れでできており、その端に横糸を引っ掛ける鍵があるもので、これも歴史が古い。縦方向に巻いてあるので、 シャトルが縦糸と擦れてもほどけにくいという点で優れている。中にボビンが収められたシャトル近代以降に糸の繰り出しがスムーズになるように改良されたシャトルが生まれた。中央に細長い穴の開いた形状であり、この穴の中に横糸を巻いたボビンが入れられている。まだ食器にセットされたままのジャカード織りの布と飛び紐とは両手を用いて、 布の端から端へ渡されてきたシャトルであったが、1733年にイギリスのジョン系によってシャトルを飛ばす機構の発明、すなわち飛び火が発明され、シャトルは片手で遠くまで飛ばせるようになり、縦糸の上をスムーズに走らせるため、画面に木製のローラーをつける改良も行われた。飛び火は食器の構造を単純化し、 手織りの作業をより簡便なものとしたのである。自動食器の登場によって、飛び火も自動化されることになった。20世紀の半ばまでの自動食器のシャトル部分も、飛び火の原理をほぼそのまま応用し、人の手で引く動作の部分だけを機械化したようなものであった。自動食器の飛び火自動食器のシャトルと手織りのシャトルの比較。自動食器のシャトルの先端は金属で、 強化されており、かなり重く、大型。写真では見えないが、一般に仮面にローラーがついている。手織りのシャトルのサイズは相対的に小ぶりで、人の手で扱いやすい大きさ。先端は木製のままである。要求される生産量の増加に従い、投げ飛速度を高める技術的な改良が重ねられ、ついには打ち出されたシャトルが肉眼でほとんど見えないほどの、 高速で飛ぶようになった。結果として、打ち出しや受け取りの際の衝撃も大きくなり、シャトルの先端部分が金属で強化されることとなった。初期の自動食器は完全に自動化されてはおらず、横糸を使い切ったシャトルの交換は長らく手作業によって行われていたが、後にはこの交換も自動で行う食器が登場した。シャトルはその原理と構造から、 一定以上の質量を持つ必要があるが、それを高速に往復運動させるには、技術的な限界があった。そのため、横糸を折り返さずに適宜切断し、機体や液体の分流とともに、片方向に飛ばすシャトルレス食器が発明された。これにより、現代の高速、大量生産の現場において、シャトルが利用されることはなくなった。しかし、世界全体を見渡せば、 小規模、伝統的な布の製造のほとんどは、今でもシャトルを用いて行われている。ありがとうございます。